皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、リスクを取れる覚悟がない人は起業に向かない理由とは、ということについてお話をしたいと思います。主にこの私の動画を見ている方は自宅教室の起業開業の先生が多いと思うんですけれども、もうちょっと広い領域で言うと、整体院とかですね、もう少しこう路面店とかを持った形でやられている方とかも、聞いてくださってるというのも知っています。で、起業するっていう言葉を使うと、なんかすごく仰々しいような印象もあると思うんですけれども、一応自宅教室をやったとしてもですね、経済活動という観点から言えばサービスを提供してお客様からお金をもらうということになりますので、その循環において成り立っているわけですよね。ですから、よく私が趣味なのか仕事なのかっていうことを区分けしてお話をするっていうのは、趣味だったら別に収益が出なくてもいいから好きなようにやったらいいし、経済活動の中に入っていない範疇なのでどうにでもしたらいいですよ。だけど稼ぎたいと思って、本当にちゃんと経済活動の一環の中に入れていってやっていくってことを考える場合においては、いわゆるちゃんと起業という事業を起こすっていう方の領域になっていくんですね。そうすると自宅の教室から、やってきた先生っていうのは主に、そういうマインドでやられてない方がほとんどなので、趣味の延長からそろそろ本気で稼ぎたいかなっていう形になっていくと、リスクを取るっていう覚悟がない方が非常に多いっていうふうに感じてるんですね。で、リスクっていうのはいろんなリスクがあるんですけれども、それを自分がちゃんと受け止めて前に進むっていう覚悟がない人は、私は企業とかそういった事業をね、構築していくっていうのには向かないなというふうに感じているので、もしかしたら人によってはちょっと厳しめな話になるかもしれませんけれども、今日はそんなお話をしていきたいというふうに思います。まず最初にですね、どういうシーンでリスクを取るケースが出てくるのかっていうのが何パターンかあるんですけれども、私自身が自分が会社員から、転職というか転身して独立自営になって、スパッと辞めてそちらに入っているタイプの人間なので、ものすごいリスクがそこには生じているわけですよね。で、いろんな方法あるんですよ。特に男性とかはお子さんとかね、奥さんを養わなきゃっていう立場の方はスパッと言うっていうのは難しいと思うんですけども、女性の場合で例えば旦那さんが、ある程度いいよとかもしも言ってくれてるような事情だったとしたら、スパッとやめてバッとこうね、そこに転身して時間を費やすっていうことはいいと思うんですけれども、そのズルズルとやっている人っていうのがなかなかズルズルしててやめられない、要は、そこにお金っていうものがあってそこに縛られてるからです。対価として、労働の対価としてもらえるお金がある。当然新しいことをやっていく時の自信がないっていうこともあるし、共働きで2人で生計を成り立たしている場合には、旦那さんからのプレッシャーっていうのもその分稼げるのかっていうね、プレッシャーとかもあるんですけど、ここもリスクなんですよね。結局独立自営したら稼げる保証なんて誰もくれないし、例えばすごく緩い会社だったらただ通っているというか、窓際族になっちゃうんですけど、そういう人はただ通って、行ってそこの席に座ってある程度の事務作業をこなしていれば月給がもらえるっていうようなお仕事をしているタイプの人だった場合には、それがいきなりなくなるっていうのは当然リスクになるはずなんですよね。だから、すごくバイタリティがあって賢い男の人は、会社に勤めつつ夜の時間を使いながら副業でちゃんと会社員並みの金額稼いでから辞めてさらに伸ばすっていう人が多いのもよく知ってます。女性の場合そこまで負荷かけてやらなくてもいいタイプの人が多いので、恵まれているケースが多いですけれどもね。なので、その辞めるリスクはお金がなくなることになる恐怖に近いものはあるはずなんですよ。特に一人暮らしをしている場合とかには。で、その時にすごくその教室事業に熱があって情熱があって、
どうしてもやりたいっていうものがあったら、やりきるっていう覚悟をまず腹を決めることができれば、仮に失敗をした、要はうまくいかなく集客もできずお金がたまらないということになった場合には、こんな仕事でもやる、こんな仕事でもアルバイトでも何でもやるみたいなのを自分に約束をすると、それをやりたくがないために必死にやるっていうことはできますよね。そこまで覚悟して会社をどうにかするとか、やりたいことを転身するっていうことは少ないように感じるのが教室授業の場合ですね。私の場合には新聞配達が嫌だったんで、新聞配達をやるっていうのを決めて、3年で結果が出なかったらですけどね。それ嫌だったんで すっごい必死に頑張りましたよ。だから、その何かこう自分に約束してきちんとやっていけるようなタイプの人は、私のリスクは会社員でもらえているそこそこいいお給料を全部ゼロになることを、やってでも独立起業してさらに伸ばしていきたいっていう方の夢にシフトしたっていう、ここが私のリスクを取ったっていう、まず一番最初の第一弾だったんで、まあ何かからやめるかやめらんないかとかいう、ね、そういう場合には当然その領域が出てくる時の一つのね、覚悟っていう、その1の話です。で、覚悟っていうほど大きくはないけど、その2がですね、これもやっぱり女性だからなのかなって思うんですけれども、小さいお金の出費にこだわる割に大きいお金の出費に対してこだわらないみたいな、このアンバランスは一体何なんだって思う時があるのが事例のその2です。具体的に言うと、例えば教室開業でお菓子とかね、パン、お料理の先生、私のとこ多いんですけど、まあ製菓学校とか製パン学校とか名の知れた有名なとこって年間100万とか200万とかかかるところもざらにあるじゃないですか。4、50万とかもざらにありますし、100万ぐらいはざらにあるんですよ。で、そこにかけるお金はかけますよね。技術身につけないと開業できないっていう、まあつけた方がいいですよ、ないよりはあった方がいいけれども、まあかけるじゃないですか、ポンと。だけれども、じゃあ実際に事業をやる上でのね、まあ例えば経営の勉強とか、そこにも出し渋りますよね。これはまあ注意で言っておきますけど、私のところに来いって言ってるんじゃなくて、いろいろ、いわゆる経営塾と言われるようなものとか、コンサルティング業とかいろいろありますよね。50万とか100万とか、いろんな種類ありますよね。で、そういうものとかも払わずに自力でやろうとしてっていうところだと、やっぱ型はですよね。で、これをこっちの方のお金払う覚悟はないんですよ。こっちは100万払えても。すごくアンバランスですよね。技術があっても無理っていうのは、やっぱり正しいノウハウを身につけないと経営って回していけないですよ。だってインターネットとか、そういうこう誰もあなたのことを知らない、その大海原にあなたがボーンって放り出されて、なんでその人を見つけてその人のサービスを一般人が受けようと思うのかっていうのがね、受けないじゃないですか、普通。なのになんでそれができちゃうと思っちゃうのかが不思議だから、投資を渋るですよね。だってお金がなくなっちゃうの困るからっていう、そこ守ってもしょうがないじゃないっていう感覚です。こっちにそんなにお金払ってるのに。これがアンバランスの人が多いっていうところがありますね。なので、自分に負荷かけられないタイプの人は伸びないですよ。前にも一回ちょっとお話ししたことがあるかもしれないですけど、無料好きな人は、それに得る対価を得ることができないタイプの人が多いです。無料オファーは私もたまにしますよ。市場調査も含めた状態と、あと例えば私のメルマガ読者とか LINE の読者の方に向けて、まあ、感謝の気持ちを込めた無料オファーとかはするし、それを活用してうまくいくんだったら、うまくいったらいいと思うんですけど、所詮ね、無料は無料なんですよ。私の場合の無料は本当の値段と同等の内容を、ただお金をもらってないだけっていう無料なんですけども、情報がどんなに良くても受け取る側が自分に負荷をかけてないから真剣味が足りないケースが多いんですよ、無料って。だから無料のものばっかり喜んで、いろんな知識とかノウハウを継ぎはぎに学びたがるタイプの人は、これもあってて、うまくいかないです。要はそこにお金を払う覚悟がないから。要はそういう覚悟がない無料好きな人のところに、なんで普通の人がお金を払ってその教室に来ようと思うのかっていう
のが不思議じゃないですか。無料でももちろんできるんですよ。いろんないい無料の情報とか世の中に出てるし。ただ、それが本当に自分に合ってるかどうかっていうのは分からない状態で読み込むにあって、時間がかかってうまくいかないっていうんだったら、私は世の中で一番高いものと思ってるのが時間だと思ってるので、遠回りしている時間の間に実は100万でも200万でも稼げてるかもしれないじゃないですか。お金を払ったからってうまくいかないですよ。ちゃんと実践しないとダメだから。なので、お金を払うと同時に実践が伴って、しかももともと持ってる知識が合致して初めて経営ってうまくいく。だからその時に取るリスクっていうのは、その学びのためのお金の投資、これがリスクになってきます。だって自分がちゃんとやらないとお金ただだだが流れていっちゃうから。要は自分に対する自信がなかったりとか、それもったいないって思うっていうタイプの人は、自分に対して約束ができないタイプの人かなっていうのは感じる部分があります。私は学んだものは絶対に元取るタイプなので、払った以上の大体4倍ぐらいは稼ぐって決めて、何かを学びに行ったりとか、お金を払うタイプです。で、今まで学んだものは全部そのレベルで稼いでなくしているので、全てがそういくわけじゃないんですけど、もちろん、いいなと思う厳選したものは行くようにはしてますけれども、期待外れの時もたまにありますよ。でもその時でも1個か2個だけは自分にとって学びになるいいものは持って帰ろうって決めてやってたりとかはしてるので、よく相談レベルのね、ところでこういうところに行ったんですけど、うまくいかなくてみたいな話とかも聞きますけど、確かに選んだそこも悪かったのかもしれないけど、まあ、大抵はご自身に責任ありますからね。そこをいいと思ってそこを選んだご自身の目の、神秘眼というか、それがどうなのかっていう目の弱さと、あと実践多分してないケースが多いですよ、そういう人って。だから半々ですね、基本的には。そこが本当に悪かったのかもしれないし、ご自身が悪かったのかもしれないし、ただ選んだのは自分なんで、まあ、結果自分なんですけどね。なんで、どこに投資するっていうのも全部リスクにはなりますけど、それも怖いからお金を出さない、無料で頑張りますっていうタイプの人はリスクを取れない人だから、これもやはり起業には向いてないタイプです。無料好きの人も起業に向いてないです。趣味でやってる方がいい、多分。無料でいい情報はあります。でもいい情報をちゃんと見つけて実践できる確率が少ないのと、あと自分が自腹切ってないので学びがね、やっぱり弱いです、お金払ってない人って。ライトに受け取っちゃうから。なんでそのあたりのリスク取れないっていうタイプの人も企業に向かないなっていう、その2ですね。で、その3、3つ目がですね、運用し始めるともろもろとお金かかってくる時があるんですよ。まあ、ちっちゃな話で言うと、例えばワードプレスっていう仕組みをね、ホームページとして持っておこうっていうのを決めた時には、サーバーとかドメインとかを取ったりとかする作業があって、それって月々大概かかっていくんですよ。500円とか300円とか、まあ、最初の頃は安いプランでいいと思うんですけどね。まあ、そういうのがあったりとか、あとメルマガってすごく私はいいよって前から言ってますけど、メルマガって配信する仕組みがあって、その配信スタンドと契約をしないと、そういうバーッと数人にね、数千人とかバッと出すとかっていうのが、いわゆるメーラー、G メールでも Yahoo メールでも、まあ何でもいいんですが、メーラーを使ってやるっていうのは基本事故が多いのでやらない方がいいです。まあ、下手すると、BCC っていう、ブラインドカーボンコピーっていう、誰に当ててるかを見せないようにしなきゃいけないのに CC でやっちゃって、その宛名が見えちゃったとかいうのでトラブルになった先生の話とかもね、知ってますから。ちゃんとそういうのはプライバシーとか考えると、配信スタンドで、そうすると配信スタンド月額いくらっていうのがかかってくるとか、あとはアメブロの集客力は落ちてるんですけど、そのアメブロを使って集客しているっていう人ならば、アメブロって無償で提供してくれているコンピューターのシステムなので、そのアメブロの中には広告がバンバン出てきちゃうんですよね。で、アメブロで本気で集客したいんだったら、広告を外すっていう設定を月1080円だったかな、今いくら1100円になってるのかな、外すっていう設定があるんですよ。それは
綺麗に自分のそのサイトとかを見せていくっていうために必要な作業だなと私は考えているので、要は読み手にとって読みやすいか読みにくくないか、それが自分の集客にとっての生命線なのかどうなのかっていうことを考えた時に、広告がバン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 出ちゃってるとそもそも読みにくいし汚いですよね、ウェブサイトが。そうするとその1100円なんかは1000円何がしかが払えない、もったいないっていうタイプの人は事業に向いてないですよ、うん、その値段をケチるんだって。だってそうじゃないところにものすごくお金使ってるじゃないですか。そういうものを通って学ぶのにお金使ってたりとか。だから経営っていうものの考え方のバランスが悪いんですよね。そういう小さなことの積み重ねで、例えば1ヶ月にね何万とか払っていかなきゃいけない時とかありますよ。広告は当初は使わなくていいんですけど、途中から広告とか使えば当然その広告費っていうのが入ってくるし、それがやっぱもったいないから払えないっていう人いますけれども、その方が早くて儲かるっていう計算ができるんだったら払った方がいいんですよ、自分の時間を買うことになるから。なのでそのバランスが計算できない人が女性の場合には多い感じがします。男性の方とも私よく話すんですけれども、女の人はもったいないもったいないっていう言葉をよく使うんですが、大いに結構なんですけど節約は。でもね、違うところよく使ってるの私知ってるので、節約のバランス悪くないですかみたいな感覚で。あともう一つ勘違いされてるのが、なぜ突然個人の事業として建てた教室に知らない人が来るというふうに思うのかっていう、そっちの方が不思議ですよ、知らせていないのに。で、企業っていうのはものすごく広告費とかも使って認知宣伝をしてやっと名前を知れているのに、何も知れないあなたのところでそういうお金をケチってるようなね状態のところに、なんで人が来るっていうふうに思うのか、その思考の方が逆に不思議な感じです。SNS は発達してます。無料で自分のことを伝えることができるとても素晴らしいツールなんだけど、 SNS を見て入ってくる人は SNS の中にしかいないですよね。自然検索でインターネット上で普通に検索されるような形っていうのは地道に時間がかかるし、でもずっと集客し続けられるんですよ、探されるような状態を作っておけば。でその出だしの勢いに広告とか使ったりしなきゃいけない場合もあるので、そこをケチるっていうことはその先の、広がりを自分で閉ざしていることになるので、これもリスクを取れないタイプの人ですね。で4つ目、自分がやろうとしている事業で自分がまだやったことがない、試したこともない、あとそのお客様と出会ったこともない層の方をこれから集客するっていう場合には、最低でもそのクオリティレベルのサービス商売は自分が受ける必要があるということです。例えば今まで3000円ぐらいの教室しか運営してきてなかった人が、技術も身についてきたし、内容もいいものを作れるようになったし、自分も稼ぎたいからって例えば1万円の講座を作ったとしますよね。そうすると3000円を喜んで払ってきてる人と1万円を喜んで払ってくる人っていうのは、経済状況と思想と考え方と求めているクオリティが全く違うものになってくるので、自分の意識が1万円に整わない状態で1万円を設定すると、まあ、まずクレームの元になるか集客できないかどっちかです。1万円は1万円のクオリティ求められちゃうので、3000円の自分の意識と3000円レベルのサービスレベルでは満足されないっていうことを意識しないといけないんですよね。だから高品質のサービス、高単価のサービスを提供したい人は、私よくうちのサロンメンバーとかにも言ってるんですけれども、もちろん私自身も心がけてるんですが、やっぱりそのお金を払う人たちのその時間の過ごし方とか、興味の持ち方とか、あとはクオリティ、まあお洋服も含めてなんですけれども、サービスされる側になるっていうことも、やった方がいいので、ホテルのラウンジとかで、バーとかでね、私たまに出張先とかで一人で飲んだりする時とかもあるんですけれども、
そういうもので、まあ、サービスの方がどうやってサービスしてくれて、どういうものがどう出てきてっていう、その時間とかタイミングとか、それを見ながら、あ、こういうサービスなんだなっていうのを理解するのに行ってるし、あと来てる人たちがやっぱりゆったりしてますね、お金持ちの方ってね。だからシティホテルと、もちろんビジネスホテルと、あとラグジュアリーホテルって言われる、いわゆるリッツ・カールトンとかグランド・ハイアットとかフォーシーズンとか、あの辺りはラグジュアリーの方になってくるんですけど、そこのバーと当然シティのバーは違いますよ、やっぱり値段も違いますけどね。例えば京都のリッツでアフタヌーンティーとかっていうと、私はそんなにお菓子とか食べないんですけど、こういうねタワーに積まれた、それでこうお茶がついて4500円、5000円しますよ、ディナーが食べれますよ。だけれども、それは空間と時間と雰囲気と、まあ、サーブも含めてですね、時間と空間を買ってるっていうことになるので、そのお金を払う。で、そのお金を払ってくる人たちはどういう人たちがいるのかっていうのも、まあ、観察しながら企画書を書いたりしてるんですけれども、そういう体験をしないとサービスを作ることができないので、自分がそのお金高いなって思うようなサービスマインドの時には、その金額の口座は作らない方がいいっていうことです。最近講師養成講座だったり、教室開業講座だったり、ちょっと高めのね講座を作るっていうのが流行ってるようなんですけど、まあ、流行ってるっていうのは、もちろん私の生徒さんに実力がある方にはそれをやった方がいいっていうのは勧めてるんですけど、そこを伴ってないのに作っちゃう人とかいるんですよ。そうすると、その人自身がそれを払ってないのに作るっていうのは本末転倒で、そのサービスを受けたことがない人にそのサービスの対価をもらうだけのサービスを、行うことはできないんですよ。だから最低でも30万円の口座を作りたかったら、60万円から100万円近く、なんか払った経験があって、お金を払う痛みと心境と苦労とその喜びを満たした上で、それより安い口座を作るっていうふうにしないと、クオリティ伴わないのに値段だけ高い講座を作っちゃってトラブルになってる人とかも見ているので、そこもリスクを取る取らないは先に自分がリスクを取るんですよ。その上で、サービス提供のためのものを作っていくっていう。だからこれをケチるタイプの節約型で、小さく小さくやりたい人は趣味でやってる方がいいっていうことです。人からきちんと対価をもらってサービスを提供するっていうのは、日々研鑽と、あとはその、まあ、探求と、自分も痛みを伴いながらも学習勉強していくっていうことを繰り返していかないとダメなので、もったいないなと思う人は、いい意味でもったいないっていうのはいいですよ、本当の占める部分の節約をするのは。でもね、大概みんなバランス悪いですよね。なんで、今日のテーマのリスクを取れる過酷がない人は企業に向かないっていうのは、さまざまなシーンで先に自分がリスクを取る必要があるということです。来ていただく方に対してのサービスっていうことを考えた時に、これが、いや、もったいないっていう心境がスッと頭の中に出てくるタイプの人は、趣味で展開している方がいいと思いますので、自分はどっちに向いてるのかっていうのを改めて考えた上で、本当に仕事としてやっていきたいっていうふうに思う場合には、ある程度必要な投資には腹をくくって出すっていうことをきちんとやられた方がいいかなっていうふうに思います。主婦の節約志向っていうのは悪くないんですけれども、企業には向かない部分が非常に多いなと感じている部分があるので、今日はそんなお話をしてみました。それでは。